よし、じゃあ紹介いきますか。前に紹介して、人が増えたところからいくわ。あ、人が増えただけでなく、エリアまで拡張した場所にするね。仕事着で行かないだと行かないことにする。こちらです。運動会で目立ちたい。紹介したよね、あの借り物競争の場所なんだけど、あの大玉送りがしたいっていう依頼があって、てっちゃんなんだけど、京太様とてっちゃん、本当に運動会なのか怪しいあれね乗れるのかリング、あの配置できた。写真撮影の時にさ、つまんでさ、この動物たちをつまんで移動できるじゃん。つまんでここに運んでポイって手離してみたら寝てさ、えってなってびっくりして、これ普通じゃどうにもならないでしょう。まさかのあの設置したら寝ました。なんであのいい試合だったぜっていう感じで写真に残してみた、右上ね。それで何を見ているんだい。虹だ、ダブル虹だ。しかも貴重だね、そりゃ見るね。審判も KO されてる写真だそうじゃあちょっと虹のところ申し訳ないけど中に入っていこうか、拡張してるからね。ちゃんと二人で上と下の虹見てそう、見てそうだったね。なんかぼんやりしてんのかと思ったらちゃんと明確に、はい、2階が増えてます。それで借り物競争だけは消したくなかったから、あの保持しました。広くなってるうん、こんな感じで、あの赤甲羅蹴りのスコアを競うやつもやっぱりそのままにしてあってなんでだギャラリーも相変わらずたくさんいて、で、あのここはそれで、まあ要は変わってない、どっちかというと撤収した感じになるよね。この辺にあったものを撤収して、代わりにその赤甲羅をより遠くからブーメラン状に蹴るっていう、そういう、まあ赤甲羅の競技性が高まったかなっていうところで、上の階にちゃんと運んだから、まあここは手短にね、あの紹介していこうかなと。でそのてっちゃんの依頼が大玉送りだったから、何赤コーナーの競技戦ここはあの大玉送り、大玉送りトラックができております。でこれもやっぱりあの玉入れはやっぱり削りたくなかったから、玉入れコーナーもちゃんとここに残っています。まあ大きいボールだけはなくなっちゃったけど、この土管に向かって玉を入れる、でじゃがいもは外れって感じで、すごい跳ねて遊んでるけど、これあの大玉送りの参加者たちが今一生懸命回しててさ、おじいさんが青玉を送ってて大玉送りってこんなんじゃないよねっていうツッコミがいつか来るかもしれなくてビクビクしてるけど、あのリレー形式でボールを運んでくんじゃなくて、一人一人がちゃんとあの担当を持って玉を送っております。で虎はこの金色のやつを送ってて、この雪だるまはピンクのやつを送ってて、この子供は白のやつを送っています。誰がこの優勝カップを取るのかわからないですけれども、色が合わせてあるんです謎のこだわり発動、色合わせるっていう。でここはあの殴り合いに有効な、お互いあのヘルメットをかぶって、これさ、ここを殴るとさ、バーチャルでさ
てかなんかうまいことさ、ここにいろいろ組み込んであるから実際のダメージをヘルメットかぶることによって受けることができるので、もうガチで殴り合う。そうすると赤の方に物理ダメージがいくっていうような競技もあります。で、この星はピヨリ判定だね。相手がピヨってる場合は星が出る。すいません、子供の背中に棒が刺さってるんですけど、これは姿勢を矯正してるんじゃないかな。ちょっと猫背ってことで、ほら、おかげさまですごくすっきりした立ち方をしております。うん、もともとさ、屋上だった場所を使ってるから、芝生敷いてあるんだけど、屋上です。で、一応、緊急用のトイレ、誰か入ってるけど、緊急用のトイレと、水飲み場があって、全部出るんや。知らんかった。まあ、どっちかって手洗い場、水飲み場かな、これが。ピオリアンってうまい。これでね、ちょっと待ってくれないか。これは、何だったか忘れました。どんな競技性があるのか知りません。大玉転がしの妨害役になってる。なってるね。え、え、ツッコミ入れられるの？え、うわ、首取れん？ベコだから。え、わかんない。何これ。なんか、ハリボテ？あ、首やば。そしてこの表情である。何の感情も持たずに、ただ頭を叩いている。あ、笑った。赤べことか知らない。名前しか知らない。首が動くおもちゃなんだ。へえ。そんで今無限に何してんの。あ、飽きた。基本的に何か触るとしたらボールなんやね。やりたいやりたいやりたい。へえ。知らんかった。設置しておきながら何にも知らなかった。まあ、こうやってさ、2階の部分でてっちゃんの願いを叶えることができました。あ、準備運動してるわ。こんなに叩くおもちゃではない。やる気満々だ。ひょうたは運動会で目立ちたい。てっちゃんは大玉送りで活躍したい。ウィンウィンな関係になったんじゃないでしょうか。以上、以前紹介した別荘を増築しましたのコーナー。他にも同居してもらってる人とかいるんだけど、え、まだまだあるわ。同居してもらってる人とかいるんだけど、部屋が増えてない以上はまあ紹介はしない感じでいけたらなと。んで、下の方からちょっと潰せるものを潰しましょうね。あ、このスタイリッシュなアートな家具で美術館。アグネス様の別荘です。ありがとう。あ、嬉しい。さっき手荷物を多少軽くしてきたのには、あ、この辺忘れとった。体調ダメなどなど忘れたけど、ちょっとこれを受け取らなきゃなと思ったから開けてきました。美術館ね。
全く詳しくはないんだけど、美術館は好きでよく行ってるから、よく嘘。なるべくあのそれっぽい感じの展示にできたらなと思って置いてみたら、ちょっとうちの舞さんには珍しくかなり閑散としたエリアが出来上がった。でこれさ、偽物含まれてたらどうしよう。一応あのある程度本物と確証を持ったものに関してだけ飾ったはずなんだけど、ちょっと違ったらどうしようかなとは思ってる。ペンとインクに謎の光が、あ、これこれは有名な美術家が友人に宛てた手紙。それ今ここで限定公開されてるから飾ってあります。出土とまでは言わないけど、あのこのようにしてね、今回初めて公開になったから。でまあズームにはならんが、ここ多言語対応しておりますんで、ここにあのヘッドホンマークがついております。説明を聞くことができます。絵じゃなく手紙ってとこ味があるぞ最初はねここにも絵を飾ろうかなと思ったんだけど、結構特別展的なやつでさ、そういう何かこう手記が公開されてたりとかあると思うから、まあ、こうしてみたね。本当はね最初のうちはこの壁4枚4面とも全てに絵が飾ってあったんだよ。でもなんかそれってちょっとかえって良くないかなと思って、ゴテゴテした感じになって、なのでもう飾るのは基本的にここかな、この2枚にして、でそうするとこのメタなんだけど、壁紙の性質上こういうものが残ってしまうわけよ。ここにこの説明書きみたいなやつ、こことここにね、じゃあそこに何を配置しようかなって考えたときに、じゃあここは彫刻置いて、で、アグネスも名画に、ここに、美術館の館長を置いて、で、ここに、その時代に流れていた曲の紹介がされてて、みたいな風に。まあ、ちょっとうまいこと余すことなく、この説明文のコーナーを使い果たせたなと、そこ満足してる。で、こっち側の壁はアクセントで変えて何もなかったことにしている。この説明が。一応あの大きさはまちまちになっちゃったけど、並べ方も少しこだわりを持ってみました。の横のやつ魚の骨だと思ったら人だった。これアート系のリメイクかな。まあ飾るならこれだなと思った。で2階があって、2階に関してはこんな感じで、美術を学ぼうのコーナー。美術を学ぼうカフェになっております。近くを練り歩かれているけど。ミュージアムの壁使ったことなかった。ヘッドホンマーク今気づいたわ。うん、ヘッドホンマーク、あれ多分ヘッドホンマークで合ってると思う。もうかなり使いどころが限られるね。レジの下に酒があるぞ気のせいだよここはあの美術系のとか歴史系の本がいっぱい立ち並んでおります。自由に持ってって OK ね、カフェ利用客は。
で、ここに、え、これ本物？合ってる？合ってるかな。間違いわかんないけど、ピックアップされた名画がまあ飾ってあって、それを鑑賞しながら、コーヒーをたしなむもよし、美術史系を勉強するもよし、って感じで、ここにね、お土産コーナー置こうかなって悩んだけど、置いた結果急にチープな感じになったからやめちゃった。この時の自分のトレンドは、ある程度移動が簡単で、スカスカの場所があるっていう、そういうトレンド、ああ、お手入れありがとうございます。それがちょっと自分の中のトレンドだったので、トレンドはちょっと日々変わるので、もう、すごい、意味のわからないコンセプトにしてる時もあれば、こういうシンプルな、本当にシンプルだな見ても走れるもん、ここめっちゃ走れる。これ蜂に追われても大丈夫、確実に逃げ切れる。たまにはね、こういう感じでスタイリッシュに決めるのもありでしょう。何持ってんの？タランチュラも対応済み。そう、タランチュラとも格闘ができる空間になっておりました。これがアートな家具で美術館で、次が、あ、チャイニーズレストランだ。多分紹介してないね。チャイニーズレストランです。春巻様からのご依頼。BGM 置くのと、その時代の音楽ってことで説明つけるの両立しててすごい。そう、なんかこじつけすごい得意。ちゃんと舞さんも弁髪になってる。そう。弁髪にしてみました。弁髪がチャイニーズって言えるかどうかっていうのはちょっと、審議ですが、まあ触れないでおこう。やっぱ竹のエリアでしょうと思って、結構くどめに。してあります。で、まあ、これはまあチャイニーズレストランっていうか、本当に大陸側のアジアの印象だけど、オートバイ系がすごい多いんだよね。だからまあここにもオートバイで来ただろうってことで、ここにちょいちょいと置いてあります。ここは待合、混んでるときはここに座ってねっていう。えぐいレベルのあれだ。そう、写真見るとやばいよね。緑のチャイナのマット。ありがとう。で、またこれ偏見なんだけど、この奥ら辺が結構、この奥が結構ずさんな置き方してあるのも、まあ味の一つということで。で、この鳥は食べますんで、そこにある鳥は。愛玩系ではないです。赤いね。ほら、お母さんがお店に来てるあの人と似てる島なのに全然違うな。オリバー。あ、立地一緒じゃない？これ。ちょっとか忘れた。でもかなり似てるよね。これもかけたし、オリバーの場所、男のお部屋ね。もう全然違う感じになってる。入ってみようか。ちゃんと手入れされてる感じがする。2階建てだね、多分。あ、そうだね。チャイニーズレストランってこんな感じでいい？コテコテすぎ？座った。
桃？あ、桃中華街のレストランっぽい。よかったなら、ちょっとイメージ1。全然チャイニーズじゃないんだよなっていう、開くと。でも閉じておけば、あの、桃って確か中国ではいいよね。いいよねって言うとあれだけど。ほら、なんだっけ。まあ、中国の古代とかでもそうだし、方針演技とかでもそうかな。桃っていうのは、一番多分特別なフルーツだよね。中国の方にとって。で、ここは、なんかこう、いろんな、色合いのものじゃなくて、ステンレスな印象がめちゃくちゃ強い。めちゃくちゃ強いから、もう、基本ステンレスで行きました。桃のおまんじゅうとかあるよね。そう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 。桃よく食べてんだよね。何その桃？白？白？なんだろう、タオとかかな。麻婆豆腐と八宝菜か。で、フライヤー。あ、え、わかんない。これ何あげようとしてんの。調理場の床だけレンガなの、ええな。無理やりね。これさ、敷き詰めるとさ、ここ。ここ見て。ちょいですんのすごい気にならん？これ。ここ。これなんとかならんかね。頼むから、あのさ、もう望めないけど、アップデでなんとかしてもらえないかな。これだけ気になってしゃあない。この足元が。この微妙な位置。どうにもならんのだよ。タオパイパイっていうドラゴンボールのキャラ。あ、タオパイパイか。なんか、桃、白白、タオなんだろうなって思った。このツボ、ツボは、また行くよ。偏見行くよ。謎に、謎な位置に飾ってある印象が非常に強いので置きました。他の意図はないです。あ、これも日本なんだよね。あ、そっち向いてたんだ。しまった。配置ミスです。さて。あ、ちなみにレジが質素なのも勝手な印象です。お客さんびっくりするよ。絶対びっくりする。笹です、そう。で、ここは、あのね、個室。個室です。高いお金を積めば、ここ、案内してもらえる。パンダもさっきよりも一回り大きくなってる。裏取引っぽい BGM。 そうだね。まあこれが柵の圧すごい。これがあるからね、ちょっと商談、まあ良くない商談もお金さえ積めば、こっち向いてよ。お金さえ積めば、OK、OK だよっていう風に、暗黙の了解でね、なってます。何ですか、この効果音は。何だろう。BGM のこと？そんな笑わんくてもいいやん。ごめん、通るわ。ここの移動なかなか困難。考え中がかかってる。考え中になってます。商談考え中。なんか、きしんでるような、悲鳴のような。え？何か流したかな？環境音。
不気味だね。まあでも下は普通の中華だからね、ここはちょっと不穏な感じがするけども、あんまり一般人は、いやそれもう取引完了してるよね、むしろ紙袋があって、多分ね情報を売ったんだろうな。で見返りにお金をがっぽりもらって、これはあの飾りであって武器じゃないから弓はね、うん、まあ、そういうちょっとダークな一面もあります。すぐ警察来るよ警察来たら逃げないとな。どう考えてもあのハロウィンさんちょっと怪しそうだもんな。いいな、うちに来ないかな彼。なんか怪しそうだもんな。まあいらぬ嫌疑をかけられる前に行きましょう。うさんくさく見えてきた。どう考えてもこれ。ヒゲが怪しいだよね。で、このヒゲで、まあ偏見だよ、本当に。本当に偏見なんだけど、このヒゲでニコニコされてるとめちゃくちゃうさんくさいんだけど。ごめんね、春巻きファンがいたら申し訳ないけど。で、あ、快適な空の旅は OK だから、漫画家の仕事場行きますか。全然わからないけど、漫画家の仕事場。どんな感じなのか。ああ、住宅街だね、これ。自分でうんって言っちゃった。住宅街です。もうちょっとあの、コンセプト。あ、ここゴミ捨て場だね。なんだろうなんだろう、茶色いホールの壁使ったっけ。あ、使ってあるんか。ね、結構狭い、こうなんていうんだっけ、こういうの路地裏、裏通り、小道、路地、うん、そんな感じの場所。もう昔からある、まあ住宅街の一角で、一角にこの漫画家の場所があって、で荷物ここでトラック届いてるんだけど、これが漫画家の車で、これはアシスタントの自転車。あ、違う。奥に、ちらっとさっきから見えてるのが、アシスタントさんの自転車で、これは担当者さんかな、だと思われます。まだ売れてないか。なんか、売れるとどれくらいの規模になるのかがあんま分かんなかったから、ひとまず自分の印象で作ってみた。こんな感じ。これが、私の思う漫画家さんの仕事空間です。採点よろしくお願いします。え、骸骨？あ、骸骨はあのさ、結構曲げることができて、なんかさ、あの、体の動きをさ、昔さ、どこ文房具屋さんに売ってたんだよ。こんなんじゃないけどさ、あの手のひらサイズのやつでさ、いろいろ姿勢を折り曲げられて、それを見ながらなんか絵描けるよみたいな、そういうのがね売ってたことがある。ブラックすぎて死んだわけではない、そんなわけではない。今現在ここに、え、アシスタントまさか床寝してるんだ。あ、これね、これはあの仮眠用だね。ここはあのあくまで仕事の部屋、仕事の場所であって、基本的にそのよっぽどここでは寝ないんだけど、なんかさ、ほら漫画描く人って締め切りにいつも追われてない？
あ、今からっていうかチャイニーズレストランの段階から全てあの勝手な印象で全部言ってますんで全然悪気はないです。で、あの締め切りに追われたらここでさ寝るし、あとなんかこの辺に髪が散らばってそうな印象があるし、あとあの自炊とかをするよりかはガッとコーヒーを飲むなりして済ませてたりしそうで、これがこれあの担当さんに持ってってもらうやつかな。でここがその担当さん来たらここで座って待ってる。まあ写真、右上の写真でもね担当さんが待ってるんだけど、ここで納品されるので、このここに置いてある手帳は、まあ、次の締め切りの確認のためにアイリス様が開いてます。先生仕事せずゴミ見つめてますゴミ見つめてるね。全然仕事しません。結構ね、あ、またゴミ見つめてるわ。いい感じにしたんだけどね、ここ座り心地優先の椅子にして。ただね、ちょっと後悔してるのが、あの肘掛けがあんな感じだとさ、ちょっと絵は描きづらいんじゃないかと思っちゃった。多分あれだね、漫画を描く人はああいうなんていうかこう一般的じゃない肘掛けはない方がいいね、椅子に当たるだろうし。で、ちゃんとそこのゴミ箱の手前にある書類の山は小回りがされてるんじゃないかな。ちゃんと漫画だね。前のめりになりそうだからセーフで、上から行くか。上から見るともうこの先生の周り結構あの髪やばいんだけどさ、表紙かな、色がついてる魚の絵はきっと表紙でしょう。で、一応あのアシスタントさんはマックスで4人こうやって常駐できるようになってるんだけど、現状基本的に稼働してるのは2人ぐらいかな。絵コンテっぽいからアニメ化もするのかしら。売れてないように見えて売れてないか。あ、じゃあねライトノベルが原作で、それをあのコミカライズするのに携わった漫画家の先生で、この度それがアニメ化する、どう？なんかその思い切り著名なあのジャンプとか、やっぱなんか少女漫画とかそういう感じよりかは、個人的な印象としてはそっちかな、そっち系かなって今思いつくなそっち系かなってなんとなく思ったんだけど、どうでしょうね。でも実際さ、すごいそのワンピースのさ人とかってさ、アシスタント何人いるんだろうね。アシスタントがいない漫画家さんっているのかな。あーで、右奥にはちゃんとあの古風にファックスもあるね。どこへ何を置くのやろうね。世界地図が貼ってあるのはまあ何かあの一応校閲かなんかのためかな。コピー機からも何か出てるね。めっちゃ踏んでますけど、テーブルにあるのは原作本。なるほどあ、それでいこう。やっぱさっきの感じがちょうどいいかもしれない。デジタル余裕な人はいけそう。これ我ながらあの結構あの妄想した感じでは漫画家さんってこんな感じだし、実際こうだったら嬉しいな感が敷き詰まってるね。まあ骨はいらんか。骨はね、小物としてなんかミニチュアがあったらよかったんだけど、まあちょっと大柄な人しかいなかったから
しぶしぶ飾った感じかな。働いてよなんでそんな挙動めちゃくちゃ不審やねめちゃくちゃ今不審な動きしてた。なんやろ、間に合わないことを言えずにいるのかな。デッサン人形かっこ原寸大そう、ゴキゴキ動かせます。最初はね、人体模型飾ったよ。気持ち悪くて撤収した。お前たちもこうなりたいか、かけっていうガイコスの見せしめアシスタント怖な、何、あ、インターホンと見比べてんの。先日映ってた不審者ここに今いるんだけどみたいな目で見られたってこと。担当ですよあなたの。一気に不穏になった。いや今回不穏要素はないんで、あれのミニチュア欲しいな。骨格標本、まあ結構入り組んだ街並みの中にある一角。近所の人はこの人が漫画家やってるってことまで把握してないかもしれないね、ひょっとしたら。いやでもラノベコミカライズ作家だと思うわ。今もうそう思うもん。それで、ハチさん。田舎暮らしの、年越しそばがあるね。今作成日が、12月27日。まあ年末に作ったんだ。うん、12月27日に作ったね。田舎暮らし？田舎暮らし。すいません、忘れました。あ、田舎暮らしのライフスタイルね。エビ天うまそう、はい。うん、畑を手入れし、いや、スマホを見ている。やりだした。これさ、そこのあのいかにも座れそうなやつさ、座れるんだけどさ、なんだっけな、停留所とか書いてあったかな。アイテム名としてはそういう名前だったっけ。育て方ググってる全然田舎暮らししない。まあでもね、その田舎暮らしのライフスタイルって、ある程度町に住んでる人とか都内に住んでる人とかの印象と全然違うと思うから、ちょっとそれはあの田舎暮らしのものとしては紹介できたらなっていうふうに思ってる。田舎のバス停か、そう、なんかね、バス停かなんかそういう系のアイテム名だった気がするんだけどね。あの田舎こういうの置いてある家もあるのよ別にバス停じゃなくてね、なんかこう自分でトタンで小屋的なのを作ったりとかして、一部座れる空間を作ってみたいな感じの作ってる人もいるから、まあ別に停留所だなくと思うと思って設置してみました。で、タイヤはもうすぐあの冬用タイヤ悪くなってきたから買い替えたっていうような感じで、一部積み重ねられてるね。無人販売っぽくもある。こういうのあった。ここはあの麦畑というものを、一マス分の位置に、10個敷き詰めたのかな。で、麦もなっています。カカシも当然います。何をしている、匂い嗅いでるのか。切った、つけたろ。で、こんなんないからねあのこんなん田舎にないから、竹の背負うやつとか。で、なぜにここに虫が捕獲して置いてあるのか、それは忘れたので、もう行こう。ご飯炊きながら洗濯物乾かしてる。そう。割とね、野焼きとかバーってする場所に普通に洗濯物干してあったりとかすることがあって、焦げ臭い香りになる日もあります。はい。田舎暮らしのライフスタイルですが、実際のところ、
こんな感じよ。あの、あ、これこのテレビ必須アイテムだったんだけど、どっちかっていうとね、あの田舎の方がね、一部屋に対しても意味わかんない大きさのでっかい液晶テレビ置いてるよ。つかないんだ。正面から行かんとダメか。だからこれはね、完全にあの偏見です。実際は、まあ、この壁3分の1くらいのテレビモニターを埋め込みで設置してたりする家庭も結構多いし、で、まあ、マッサージチェアもこれ偏見ではあるんだけど、まあうちも一応おじいちゃん用にはあるかな。もう最近の田舎ではなくなったんじゃないかな、このマッサージチェア置いてあるの。1ヶ月以上年越しそばが置いてあるね。伸びたね。で、でっかい棚とかアンティークなものは確かにあるんだけど、意外とこういうあの家電系はがっつりお金をかけてたりとか、頻繁に買い替えてたりとかする家も多いです。冷蔵庫もこれちっちゃいけどクソでかいしね、結構クソでかいの多めで、なんかトースターがあったりとか、写真立てがあったりとか、インテリアがいろいろあるっていう感じで、田舎暮らしってイメージすると畳があって、こういうあのレトロなテレビがあって、どうだろうね、座布団があってっていう印象を持つかなと思ったんだけど、あ、めっちゃいい場所で缶ジュース飲んでるわ。実はそうでもないよ。でも一応このテレビが要望にあるのならば、ちょっとそれがしっかり馴染むようには作ろうかなって感じのせめぎ合いの中生まれた別荘がこちら。都会から来た人の田舎暮らしっぽい。あ、そう見えるんだ。結構ね、普通にあのずっと終始田舎で暮らしてる人もこれよりもうちょっと、あ、畳の部屋って最近あんま見ないな。床の間もあのモダンな感じで、あのフローリングの場所に床の間を組み込んでみたいな感じにしてる場所もあるし、都会の人はさ、よくあの U ターン、あ、 I ターンか、 I ターンって言うけどさ、どれくらいの暮らしぶりを田舎だと思ってくるんだろうね。なんかあの限界集落みたいな場所へ、何これ、行くのが田舎暮らしって思ってるかもしんないけど、中途半端な田舎はいいですよ。何の不自由もない。切れなくなっちゃった。で、この時はトレンドがやはりまだあの余白を残すっていうトレンドだったから、ここがあの空いてますね。スカスカに空いてる感じになってます。あ、でもさ、田舎あるあるかわからんけど、本来は物置小屋とかにあるんだけど、こういう工具棚は結構ある。うちにもある。なんなら今座ってる場所からちょっとドア出て4歩歩いたぐらいの先のところにこの棚ある。なんか知らないですが工具棚は結構あります。あ、ここも正月の飾りになってるわ。そうなのよ、あの意外とこうモダンな感じの床とか、あとちょっと何ていうの、和じゃない感じ、脱和みたいな感じにしておきながら、正月飾りは結構律儀に飾ったりとかする地域はまだあるかな。外にあるな、分かりみ。そうそう、外にあるのよ。今何したの、ノリノリなんだか。あ、インターホンを押して、インターホンを押して、大変だ、無限に押してるわ。で、まあ年越しそばが置いてあるわけだけど、年越しそばとかそういう慣習も結構続けがちだね。実際どう？私は
自分一人の場合はもう基本的に年越しそばとかそういうのはあんまりというか季節もののイベントはほとんど意識しないかな。節分がどうこうとかね、クリスマスがどうこうも全然関係ない状態だし、まあ正月飾りはそれだけど、うん、こうやってなんか何人かで暮らしてるとか昔からこの場所に暮らしてるって人はそのままの習慣で年越しそばだのこの飾りだのっていうのをやるんじゃないかなって思ってる今んとこ。挙動が気になるな、彼の挙動が結構気になる。というかハチ様、あ、麦畑にいるわ、混入してる。話したっけ、話してないね。牛ありウッドウォール、どうもありがとう。ならば次行きますか。ああクールなエステサロンね。まあ結構クールな感じに決まったと思ってる。主に壁紙と床が。ポーラ様だもんね。めっちゃエステサロンだよね。そりゃそうだよねって思った。床だ、なんだろう。青いキッチンマット。壁紙が欲しかったっていうのは黙っとくわ。ここは別にあのエステに関係ない場所なんで、適当にあのこの土地結構広いんだけどさ、まあ広さゆえにいろんなものを飾りました。で明らか青い花が似合うなと思ったから青、紫でもよかったけどね、いっちゃってるよ。いっちゃってるね。ちょっとできれば壁が欲しかったかな。でこれは決して誰も座ることのないベンチです。ここは沸かないようにもしてる。ポーラ様がここに発生しないようにもなってるから、まあただの飾りだね。こっちにいたらどうしようかって思ったけど、まあ一応通れるか。でプルメリアは自分の好みなので置いてあります。ちゃんと手入れしてくれてる。青色大好きなんだよ。なのでもう壁とかも青ざんまい、そして室内も青い。それはのお客様の服です。口開けて見てるけど、ここはエステの受付だね。こっちにまあポーラさんに座ってもらって、エステティシャンだね。で先に書いてもらった問診票に目を通すって感じ。こっちがお客さん用の席で、でどこが実際気になるのかっていうのとかを話をする場所で、契約関係は今電子化されてて、そのタブレットでやってるから、契約はタブレットで、奥のタブレットで行っています。ちゃんとしてるでしょ。で施術の部屋はまあ2箇所ある。基本的には一人で切り盛りしてて、ちょっとね、美容業界の悩みであんまりこう採用しても人が続かないからね、本当は一人雇いたいし、そっちお客さんね。本当は雇いたいし、いたこともあるんだけど、どうしてもちょっと続かなくて辞めちゃった。現状はポーラ様一人でやってる感じになってます。ピアス開けに行った時こんなだった。あ、そうなんだ、ピアス。こういう感じの場所で開けたんだ。エステ系でもいけるのかな。美容サロン、お医者さん、あとはまあ自力か。でこれハーブティーでさ、まあ施術が終わって着替え、まあ、基本的にここで話します。で2回目以降のお客さんはここに案内します。
着替えといてくださいねっていう風で、そのバスローブに着替えてもらって、まあ、寝転がっててもらうんだけど、そう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 、そっち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 です。そう。で、ここで横になっててもらって、って感じなのね。で、終わった後は、またここで着替えてもらって、自分の服着たらここに座るんだけど、その頃までにタイミングを見計らって、温かいハーブティーを、まあ冷たいのでもいいんだけど、ここで用意しておいて差し出すという感じになっております。問診票書かされながらタブレットで、すみません、めっちゃ一緒や。めっちゃ一緒だ、こんな感じだ。で、この鏡でさ、どのあたりに開けたいか、その印つけてくださいねとかなかった？場所によってはあれじゃないかな、耳に実際印をつけたりとか、消えるやつとかで。そうだよね。きっとそうだろうなと思いました。あ、で、これ患者さん用の、患者さんっていうかまあ、患者さんっていうとちょっと医療機関みたいなんじゃなくてダメだな。カウンセリングに来られた方、お客様のカルテとかが、いろいろしまってあります、ここに。その他、雑多なものは全部下の見えない方に押し込んである感じ。で、衛生面大事ね、ちゃんと。でも洗って、で、まあ、ここにちょっと、なんでしょうね。メスみたいに見えるけど、まあ、何かがあって、でね、こっちは、普通のエステ。普通にまあ、ボディありでもいいけど、顔だけでもいいけど、基本的に何て言うんだろう、潤いを与えたりとかして磨くための、ピカピカにするためのエステのコーナーで、こっちが脱毛やハイフのコーナーになってます。もうこの機械がこれ多分まあ心電計なんだけど、ちょっと切れない切れない切れない、勝手に切れるか、髪出ちゃったわ、まずいまずい、よし、うん、この空間にかかれば、これは脱毛の機械ってことになりますんで、無限紙製造機だ、そう。自宅にも置いてあります。一応その空間を分けてね。っていうのと、あと、まあ気をつけてるポイントとしては、まあ、例えば14時と15時に予約が入ってたとして、14時にこっちの部屋を使ったんだったら、15時の方はこっちでね、案内するっていうのは、ちょっとコロナ禍以来は徹底してる感じになってます。で、ここどっちの部屋もそうだけど、ちゃんと、もう思いっきりすっぴんに、顔面までやるとすっぴんになるから、お化粧台もここにちゃんと用意されてます。はい。で、壁に貼ってあるのは、これに関してはクーポンだね。壁のポスターがキャンペーンっぽくていいな、これそう。まさに何かしらの期間限定のちょっとクーポンが配られてる感じで、でこっちは月ごとにお便りを書いてる。まあそうだな、この時期だったらまあ花粉対策で肌がガサガサにならないように早めにケアしませんかみたいなこととか書いてあったりとかするね。お便り、そう、手書きで、結構なんか美容系の人って文章で何か作る、活字で何か打つっていうよりかは手書きでそういう場所にポップみたいなのを書いたり、月ごとに内容を変えて案内を書いたりとかしてるから、それも実際、なんとなく手書きっぽいデザインにしておきました。ハリーポッターみたいな感じの写真もあるけども。って感じだね。ちょっとエステにはこだわりがあるんで、なんか、がっつり説明しちゃったけど、実際のところ、これお客さんのだって。実際のところそんなね、特に、なんて言うんだろう、変わり種があるわけでもない普通の、すごくちゃんとしてるエステサロンでした。アイスだ。あんまりエステっぽくないな。で、闇なし、そう、闇要素はありません。そうだな、割と現代チックな感じになってきたね。最後の最後でぶち壊してきた。現代チックな感じになってきたので、
どうしよっか。そのまま一応現代で行くか。仕事仕事とつながるのはちょっとあれなので、じゃあ。やっぱり映画はスクリーンで。ペンギンつながり。サブリナ様。思ったよりあの浜辺でゴってあるんだけど あ、ここどなたか同居してもらおうかなって思って募集中なんだった。なんかそのみんなでホームパーティーみたいな風にして映画見れたらいいかなと思ってね。やっぱ一人でね、なんでそれないんだ、これがあるからか。一人で楽しむのもありなんだけど、結構広大な空間にしちゃったから、だったらこうお友達も招いて、なんかポップコーンもあるしさ、友達も招いて映画をワイワイ楽しめたらなと思って、こういう風にあの交通手段がいろいろ置いてあります。バイク、自転車、ヨットと。結構ピンク色にしたね。女子会かな、女子会って感じだ。この曲好きなんよ。なんだっけ、ケケソウル。でなんか巨大なスクリーンで見たいって言ってたから、ニュース明らかにあの映画じゃなくてニュース流れてたんだけど巨大なスクリーンでニュースあ、映画映画、多分これ映画わかんないけど、ちょっと入った瞬間ニュースは予想外だったわ。あ、ニュースになっちゃったそこにいるんだ。であのさ、まあこういう時ってさ暗くするよね、映画館も暗いしさ。だからこんな感じで暗めにしようかなと思って、でそれで映写機が窓向いてる。これさはよく分かんなくてさ、そもそもさここに置くのこんなのさ映画館で自分らの目の前になくない。勤労おじさん思い出せ、え、金曜ロードショー、ググロ。このさ歯車、タイヤ歯車みたいな部分ないんだけど大丈夫？私もテレビカメラ逆に置いて完成したからこれがなかった。そのおじさんのやつには、え、てかさ、そう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 、とりあえずさやむなくこの真ん中に置いたんだけど、あ、取れない。白飯が立ってる側の下の白いポッチじゃないかな、これか。これですか。しかこっちにはない。こっちはむしろあの湯気じゃない、あの空気がさファーって出てきそうな感じがする。これあれ、でもここになんか穴あるよ、レンズみたいなの。その筒か、これかな、これかな、これっぽいね。
これだよねそのそっかなるほどね。じゃあさ、これさ、こうしよう、あのさ、友達を招く予定って言ったじゃんか。その時にさ、これを要はこっから時計回りにグリッたね。で合ってるね、きっと。ビデオテープのあれが動いて映し出すから、そういうことだ。はあ。え、で位置はここでいいの？あの自分の感覚、今完全にこれプロジェクターになってんだけど、プロジェクターだったらここに置くじゃん。え、何？今度はこの人はちゃんと光ったね。あ、光った。あ、これか。あ、ポッポン光ったわ。うわ、明る。あ、めっちゃここに、あの、じゃあポップコーンに映写される感じでいきましょう。位置がちょっと分かんない。な、本当に一応プロジェクターってことでここに置いたけど、普通さ、あれじゃない？映画館だったらさ、これよりもさ、この先よりももっと奥のさ、一番上の席でさ、回してるよね。つまり、これよりもはるか彼方から。一番後ろからだよね。ってことはだよ、ここに何か高いものを置いて、そこから映すのどう？ここじゃない？で、ポップコーンさえ内側に置いちゃえば、このソファーを一マス前に出すことは可能だから、なんかいけそうな気がする。いけそうだ。で、あの、こんなに席いらないね、しかも。でもこんなにいらないけど、自由にどこに座っても OK みたいなスタイルになってる。この辺と大体みんなこの辺になってる。で、このバラは何ぞやって話なんだけど、こっちからでは無理だな。これはあの、寝そべりながら見る人がいてもよしっていう感じ。この辺は空間が余ったから置いたにすぎません。セントラルヒーティングを設置し、こんな場所に冷蔵庫もあるね。あ、パンケーキができてる。パンケーキはひょっとしたら誰かからもらったか買ってきたかして切り分ける予定だったのかもしれない。あ、これ感動した時用のティッシュここにあるから、泣いたら、泣く予定の人はこっち側に行くこと。この辺で泣いたらここ通らなきゃいけなくなって迷惑だから、電話で遊んでる人がいます。映画で遊んでほしい。待てよ、あ、ここにティッシュ置こうかな。今後ここにティッシュ置いてさ、誰でもあの泣けるようにしようかな。で、これどういう作品なの？なんか冴えないメガネの人がいる。あ、あ、そうだ、一個重大なことを忘れていた。そこの貯金箱なんだけど、これにみんなでお金を友達とね貯めていって、カンパとかして貯めていって、でその度に DVD 買ってる。だからあれはここでの映画鑑賞会用のみんなで貯めるお小遣い、ベルを入れたよ、そう。募金箱になっております。金の豚さん、そもそもこの空間を作るのも募金で作ったようなものなので、仲のいいお友達がいて、そのお友達と一緒にこの別荘を使っていく。今はちょっとまだシェアができておりません。おもりをされるよ、あれはその設置主は一応取り出せるから。時々浜辺の辺とか、こういう別荘作りたいなって言ってる浜辺の人のところを練り歩いて、サブリナ様に会う人いないかなって探してるんだけど、今のところどちらかというと結構筋肉な感じの人たちが多めだから、ピンとくる人に出会えてないんだよねっていうのと、あと知らない人だとあの口調がわからなくって、実際話してみないと会うかどうかわからないっていうのもあり、まあ未定です。
また決まったらね、ひょっとしたら2回増築するかもしれないし。そして結構現代多いな、現代多めになってるな。そしてこの辺はやったんか、この辺やったよね、ポルシティ様。あ、ちょっとさっき年越しそばを見せておいてなんだけど、サンタクロースを待ち焦がれていくかこれぶっちゃけ1月3日に作ってるからね。サンタクロースを待ち焦がれていきます。バニラ様なんだけど、2023年に取り残されてるあのね、まあバニラ様、まあ、いや、中に入ってからでしょう。こんちゃす。12ヶ月ずっと待つ圧青いバラの壁紙です。ありがとうございます。ここ滑走路ね。ここ。あの、トナカイの。ソリの。そう、滑走路、これ、ここ。え、座れるんや、知らんかった。横へ向けんか。写真撮影用だな、これは。うわ、いい空じゃん。すごい綺麗。いいな、こんなとこ暮らしてみたいな。冬は嫌だけど。写真も撮ってます。で、まあサンタクロース待ち焦がれてってことで、サンタには会えてないんだよね。でもサンタさん、サンタさんまだいませんね。結構イルミネーションでいい感じにして、ここだよここだよ、ここに家あるよっていうのを必死にアピールしてる感じ。なんとかね、この空をバーって走ってるというか飛んでるサンタさんに気づいてもらって、で滑走路もちゃんとここにある。これ滑走路の目印になってるから、滑走路がちゃんとあることにも気づいてもらって、なんとかして来てほしい。ニコ先輩耳当てしてて可愛いな。あれ普段どんな頭してたっけ。あ、寒そうにしてる。滑走路にソリがあるから着陸できないんじゃまあなんとかあの縫ってね、通ってもらえたらと思ってる。2階建てか。1階は普通にあの温かみのある部屋なんじゃない。うん、温かみ。なんかさ、不思議なんだけどさ、クリスマスの飾り付け自体ってさ、温かく感じない。季節としては冬なんだけど、クリスマス風で飾り付けるとなんかあったかい感じになるんだよね。どうしてなんだろう。温かみソフトクリーム、あ、ソフトクリームランプもあるね。で、外はまあ雪が降ってるので、表情、あ、よかった今完全にあの無だったから怖かった。これは遊び道具があるかな。なんかルドーみたいな、そういうやつ。なんだっけな、名前忘れちゃった。テーブルにね、広げてやる人生ゲームみたいなもんでしょう。クリスマスが近づくと BGM が速くなっていきそうなやつのマリオみたいな。ブシドノエルも置いてあるね。厚部屋。いや、ここはあの、そうでもない、そうでもない。本当に普通のキッチンと、でリビングがあって、やかましいねこれ多分。ここにはもうスイッチも置いてあるし、もう一般的な部屋ですよ。ランプはソフトクリームだけど、かなり一般的な部屋で、クリスマスのケーキもね、チョコレート派みたいですね。うちは昔からあのアイスケーキだった。アイスケーキかチョコケーキだったかな。ホールで2ホール
いつも頼んでたかな。ワクワクするよね、このクリスマスシーズンのこの部屋の装いって。なんでこんなにワクワクするんだろうね。別にさ、さっき言った通り、そんなイベントとかって一人で暮らしてたりとか過ごしてたりとかするとそんなどうでもよくなるんだけど、なんかよくさクリぼっちとか言ってると思うけどさ、それすらどうでもいいような感じなんだけどさ、でも実際クリスマスの BGM が街で聞こえてきたりとか、こういうツリーが飾ってあったりすると楽しくなっちゃう。でバニラ様の部屋に行ってみよう。実は実はバニラさんなんですけど、本当の推しはトナカイなんですよ。でトナカイに来てもらうためにはどうしたらいいのかを考えた結果、そもそもトナカイを操縦して指揮を取ってるのはサンタさんであり、サンタクロースにさえこの家を認知してもらって、じゃあ次そこに行こうねっていう風にトナカイに指示をしてもらうことができたらトナカイさんに会えるというわけで、マニラさんはもうこんなに早くから、まだ12月まだまだなのにこんなに早くから何度も書き直しをしてサンタさんへの手紙を書いてます。いかに自分がいい子にしているのか、そして入り口はどこなのか、煙突はどこにあるのか、どこの部屋が自分の靴下の置いてある部屋なのかっていうのの説明を書き直しながらも丁寧な文章にしたためております。すべては推しのトナカイに会うため。っていう顔してない？なんとなく。バニラさん。個人的にはなんか、そのバニラさんに会ってサンタクロースに待ち焦がれてっていうテーマを聞いた瞬間に、いや、この子の推しはきっとトナカイだって勝手に認定したんだけどね。うん、その結果出来上がりました。最初にこの部屋がイメージで湧いてて、その後でクリスマス受け入れ体制の部屋1階部分を作ったって感じかな。ちなみにここで寝て、サンタが来そうな時間帯、来訪がありそうな時間帯になったらちゃんと、ここでアラームを止めてってことで、目覚まし時計もちゃんと置いてあるし、靴下もここの下に予備が置いてある。しかもこの部屋なんか好き、なんていうかさっきから本当にここでくつろいでるね。めちゃくちゃくつろいでるわ。なんか喜んでもらえたようで何より。なんかね、住みたい感じの部屋になったな。こうやって、ほとんどその部屋全面的に、シンプルなカーペット敷いてあって、で、決して家具の色が統一されてるわけじゃないんだけど、なんか意外とね、丸く収まってんだよ。なんでだろうな。うん。あ、そうだ、あとこの部屋。部屋に飾ってあるのは私服とバイトの服だね。アルバイトしてるんで。カフェでアルバイト中です。いや、この部屋もいいし、こうだから、なんか結構このバニラ様の別荘は、
めちゃくちゃうまくいっちゃったって感じがする。滑走路もあるし、しかもロケーションも最高。もうなんか別荘作り人生で悔いはもうないかもしれないっていうレベル。何件目だっけこれ。1、2、3、4、5、6、7、あと一軒行こっかな。いやまだ作るけどね。でもこれ渾身の策だわ。ピクニック三昧ペーター様行きますか。一回だって同じ日に作ってるね、クリスマスと。ピクニック三昧だよね。あれペーター様どこ。あ、まずいまずい。こっち、このこれより先は結構危険な森だから、まあ、キノコ見てもらえると分かるんだけど、あんまり行かない方がいいよ。居心地最高。ダークウッドなフロアシート、ありがとうございます。木と同化して気づかなかっただと。この辺から見てまるでいなかったよね。あのね、まあ、ピクニックがしたいっていうことだったんだけど、ただ立地的にね、結構この森が深くなってくるとかなり危険なんだよ。弱そうじゃん顔つきも。だからさ、この辺にはなるべく立ち入ってほしくないんだけど、もうダメだ、ズンズン行くわ、もう強くなったな。まずはこういう感じのあのおもちゃ的な、自分たちであしらった緑あふれる空間で練習しましょうっていうところからこれが飾られてる。飾られる側そうでしょ、明らかになんかちょっとぼんやりしてるし。この辺はそのピクニックを自分たちで体験するために、いつかレベルアップをしたらこっちへ練り歩いていくためにしつらえました。可愛らしいお家だね。眠いんや。ちょっと待って、何をさっきから出しているのか。あ、こんな感じです。結構コンパクトな作りになってます。ちなみにこれを作って数日後にあのスランプが起きて、そっから作ってないんだけど。よくわからなくなってね。まあこういう感じになってます。さっき紹介した奥のすごいあの深い危険な森っていうのが、実際に見るとああやって奥にある、あんな感じ、外の奥にあった森ね、こういう感じになってます。で、危険だから自分たちにはまだ早いから、ここにハリボテの木を置いて、自分たちのテリトリーここまでっていうふうに制限をしてる感じになってます。やがてね、強くなったら取っ払って奥にまで進出していきたいところなんだけどね。だから今はまだまだ狭いけれども、彼だよね、レベルアップした暁には別荘の提案を再度して拡張して樹海部分も作らせていただくかもしれません。でも今はまだこの状態で、ボール遊びもここでできるし、ハンモックで寝ることもできるし、とにかくあのハリボテの木の奥にさえ行かなければ
安寧は約束されてるから、ここでね過ごす分には OK。 でもね、彼はね、こう見えて意外と野心があって奥へ行きたいみたいなので、一応ここで日々訓練するために武器が置いてある。毎日ちょっとずつ奥地に進んでいって、ブーメラン持ってみたりとか矢を持ってみたりとかね、ある日はパチンコを持って斧を持って、ちょこっとずつちょこっとずつこの奥地へ進出していけたらなと企んでいる模様です。でピクニックはこんな感じになってて、このシートいいよね、本当にピクニック感が満載になる。以前なんだっけな、どこだったっけ、同じようにあの1階だったっけな、1階部分でさ、ピクニックが繰り広げられていたクライアントがいたと思うんだけど、誰だったっけ、忘れちゃった。そこでさ、食べ物がめちゃくちゃ多いみたいな、食べ物の量がえぐいみたいな風にご指摘があったので、今回かなり絞り込んでる、この程度になってる。まあ、ちぎりパンあるけど。このくらいだったら別に食べられるでしょう、誰でも。まだフルーツもね、あ、フルーツ外にあったと思うんだけど、木が。フルーツ狩りもしてきてあるんで、デザート、食後のフルーツもここに置いてある感じで。クーラーボックスなんだろうね、釣りでもしたんかな。釣りをした可能性もある。でちゃんと写真撮影もできるようになってると。でいつかはちょっと本当に深いね森に行けたらいいんだけど、今はそうもいかず、その右の窓から見えてた様子がもう一回戻るとあれね、これ、明らかに色が悪いものを並べてみた。あとここ通れないから、この飾りの木通れないし座れないよ。だからもし君ね、もし訪問した時にあの奥の場所にスポーンしてたらどうしようかなってちょっと思ってた。外側にいてくれたみたいで安心したわ。またそっち行ってる。よっぽど好きじゃん、本当に最深部行きたいんだ。分かった、そのうちじゃあ最深部バージョンも含めて作り変えるわ。あと同居人も作りたかったしね、似たようななんか冒険心がある人を同居人に迎えたかったから、まあ、それも考えてちょっと全処しますんでお待ちくださいね。めっちゃまめに水やってるわ。